Bonjour。 皆さんこんにちは。アンサンブル講師のやすこです。今日もスタッフのみきさんと一緒にフランスで買えるお茶、そしてそれにまつわるフランス語の表現を紹介します。ではみきさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速こちらたくさん並べられていますけれども、すべてではもちろんありません。だいたい一般のご家庭にあるかなと思われる種類ですけれども、まずこちらから順にご紹介します。じゃじゃん、はい、これリプトン、有名なブランドですね。テヴェールアラモント、テヴェール緑茶なんです。そしてアラモント、ミントの入った緑茶。ルテヴェールアラモント、ルテヴェールアラモント、ミント緑茶。フランスのご家庭では朝に飲まれることがね多いお茶かなと思います。そうですね、うん、これは朝に合うお茶ですといった表現を紹介します。 C'est du thé qui va bien pour le matin. C'est du thé qui va bien pour le matin. C'est du thé qui va bien pour le matin. では早速いただきます。うん、うん、ミントの香りですね。いただきます。ミントの香りが爽やかですね。ねえ、やっぱ爽やかになりたい時ってやっぱミントティーですよね。うん、そうですね、やはり朝リフレッシュしたい時にもいいですし、あ、でも緑茶要素少ないかもしれないですね。そうですね、うん、私パリに初めて行った時に緑茶が恋しくなって頼んだら、うん、これが出てきて、ってびっくりしましたね。むしろこう緑茶としていただくよりかはミントティーみたいな、ミントティーですね、召し上がるといいかもしれないですね。とても美味しいミントティー、ルテヴェールアラモントでした。では次、こちらが実はここから 1,2,3,4,5,6 種類あるんですけれども、全部ビオのお茶なんです。じゃあこちらからご紹介しますね。Force et énergie. Force et énergie.力とエネルギーという意味なんですけれども、これね、これ実はこれティザンヌというハーブティーなんですね。ではこちらはどんな時に飲むお茶なんでしょうかね。いや、まさしく力とエネルギーが欲しい時ですよね。じゃあそんなお茶をいただいてみたいと思います。あ、匂いがまずさっぱりした感じですね。なんかちょっととろけるような、あ、多分これジンジャーが入ってますね。あ、いっぱい入ってます。いっぱいいっぱい、全部これが入ってるんで一部だけ紹介します。あ、3つ紹介しますかね。これ全部書いてあるんで、うわ、すごいいっぱい入ってますね。めちゃめちゃ書いてありますね。パッと見たところキャネルとかリグリッチとかも入ってるし、あ、なんかいろんなのが入ってます。ちょびっくりしました。ここだけなんであんまりいいかなっていうのがあったんですけど、あ、ジョンジョンも入ってます。入ってますか。はい、シトンとかオランジ、アニス、キャネル、ジャスマン、いろいろあります。やっぱりこれとてもエネルギーが出るようなお茶なので、これどんな時に飲むのがいいですかね。いや、これはまさしく元気になりたい時に飲むお茶ですよね。ではこれは元気になりたい時に飲むお茶ですという表現を紹介します。C'est du thé à boireQuand on veut se sentir en pleine forme, c'est du thé à boire. Quand on veut se sentir en pleine forme, c'est du thé à boire. Quand on veut se sentir en pleine forme. はい、ぜひ元気になりたい時に召し上がってみてください。では次、三つ目、可愛らしいパッケージです。大きく書いてある。Digestion.これは消化という意味があるんですけれども、お腹いっぱいで苦しいよとか、そんな時にいただくお茶です。これもアンフュージョンです。ちなみに、この AB マークが漏れなくついているので、これも美容製品。では、お味の方はいかがでしょうか。いただきます。どうなのかな。あ、これもなんか、中に効くぞっていう。消化に良さげな、さっぱりする感じのお茶ですね。胃を優しく何かが包む感じがしますね、うん、美味しい。なんかやっぱりなんか美容だからなのかわからないですけど、すごく体にいいような
気がしません？なんかもう美容っていうだけで、うん、なんか自分に優しくしてあげてるっていう、そんな気がしますよね、はい、では美容のお茶は体に良いという表現を紹介しますね。Le thé bio est bon pour la santé. Le thé bio est bon pour la santé. Le thé bio est bon pour la santé. ということで、ぜひ美容のお茶いただいてみてください。すごいですよ、バーコードとかは全ですよ。全、あ、本当だ見たことない。ちょっとミキさん、アップアップアップ、面白い。箱でもリラックスしてくださいっていう、もう作り手のこのこだわり、こちらも、もういや、ちょっとバーコードこれ気づかない。バーコードすごいです、私も気づきませんでしたではこちら、ディジェスチョンでした。ぜひ召し上がってみてください。続きまして、こちら真ん中にありますビオって書いてありますけれども、ビオのアンフュージョンです。まず気になるアンチストレス、アンチストレス、これまあ日本語で言うアンチですね、対抗するのアンチとストレス、ストレスを感じるときにいいお茶かなというアンフュージョンです。お味の方はいかがでしょうか。あ、なんだもこれね、リラックスする香りですね、うん、ちょっと今までのとどれとも違いますよね。うん、あ、本当にリラックスする感じです。先ほどまでのお茶はどっちかっていうと元気になるような感じだとか、すごくこういろんな体の中が回ってるな、ちゃんと消化してるなっていう感じなんですけれど、こちらはもう匂いを嗅ぐだけでも、うん、リラックスするな、はあ、ではここでリラックスする香りといった表現紹介しますね。スーパーファンデトン、スーパーファンデトン、スーパーファンデトン、いいですね。そして先ほどミキさんがおっしゃっていた、これは目を閉じて匂いを嗅ぐだけでリラックスします。ça détend rien qu'en fermant les yeux et en sentant l'odeur. ça détend rien qu'en fermant les yeux et en sentant l'odeur. ça détend rien qu'en fermant les yeux et en sentant l'odeur. ça détend rien qu'en fermant les yeux et en sentant l'odeur. ça détend rien qu'en fermant les yeux et en sentant l'odeur. という表現です。長いけど使えると、はこの日本人のこうフランス語喋れるなってちょっと周りの人がうなりそうなセリフですね。こちら文法的にも結構詰まってるので、ぜひ覚えてみてください。ではお次、これは読んで字のごとし、ストレス、ストレス、ストレスを感じた時に、さっきのとね用途は似てるかもしれませんが、中に入ってるものがちょっと違いますね、まあ、カモミールとかいろいろ入ってるのでとてもいいです。お味の方はいかがでしょう。いや、なんかちょっとこれ私さっきのやつより好みかも。同じストレスでも全然違いますね。全然違います。これなんか飲んだ瞬間お花が咲きます、自分の周りに。あ、お花、お花畑、わかります、お花畑だな。香りがいいですね、ちょっと雲の上ふわふわした、うん、いい香り、すごい癒されますねこれね、うん、こう癒し、こちらとまた違う癒しな感じですけれども、どちらもストレスに良いお茶ですので。箱かわいいですよね、このお花の模様とかね。そうなんですよね、これちょっと同じストレスでも箱買いしたくなる、どっちがいいみたいなこれでもお土産でもらったら本当どれも嬉しいですね、うん、ね、じゃあぜひこれはお土産に良いという表現を勉強してみます。 C'est bien comme souvenir. C'est bien comme souvenir. C'est bien comme souvenir. お土産スブニア、女子力も高ければストレスにもいい、そしてお味も飲みやすいですね、こちらの方。そうですね、すごく飲みやすいですね、うん、ぜひこちらのお茶もお求めになってはいかがでしょうか。次です、こちらまたケースがね可愛いんですわ、見てください、このお花とかもね、これすごい高そうな箱ですけど、あ、シトロンとかタンポポみたいなのも入ってますね。ああ、
かわいい。これ箱買いしたくなりそうな。これデトックス、ダレナージュって書いてあるんですけど、デトックスという言葉もフランス語にもなってるんですけれども、体の毒素を抜くやつですね。さてそんなお茶、お味の方はいかがでしょう。あ、まず香りがレモンですね。レモンティー？レモン、うん、いや私ちょっとこれ苦手かな。わかる。まあデトックスってね、毒素出すんで。とこれ癖があるかもしれないお味ですね。あ、でも香りはすごくいいんですよね。何が入ってるんだっけ。あ、ライムが入ってたり、タンポポが入ってたり、いろんなの入ってるんですけど、ちょっとお茶的には難しい味。お茶的にはこれ好みが分かれるから、うんうん、お土産危険ですね。でも箱は、箱買いしたくなる。飾り用箱で、はい、ちょっと難しい味ですね。うん、もう一回。あ、なんかこう健康にすごい気を使ってるんだぞって。わかります。もうめちゃくちゃ健康に気を使ったら、うん、味はどうのこうのより飲んでくださいみたいな。そうそうそう、デトックスのために飲むみたいな。なんかちょっとあれですよね、漢方みたいな。 あっち系ですね。漢方っぽい。ではこのちょっとお味が難しかったお茶ですけれども、パッケージがかわいい。こんな表現、 La boîte est jolie、 La boîte est jolie。 ぜひ簡単な単語なので、この箱かわいい、ラボアテジョリーって使ってみてください。味は可愛くないかもしれないですけど、あ、好み好み、ね、好み、はい、万人受けはしないかもしれない。もしかして今我々の体がデトックスを必要としていないから、もしかして必要な時にハマるかもしれないですね。ぜひ必要があると思った方はお求めになってみてください。ではこちら最後になりました、美容コンセイ、はい、名前はボンヌニュイ。はい、このボンヌニュイと書いてあるアンフュージョンハーブティーですけれども、ミキさんどんな時に飲むと思いますか。これは寝る時に飲まないと朝、はい、朝飲んだらちょっと会社に行けなくなっちゃいますね。朝からボンヌニュイってダメですよね。やる気ないんじゃないかって。はい、そうなんです。こちらボンヌニュイっていうふうに書いてありますけれども、お休みになる前にすごくリラックス効果が望まれると言われるヴェルベーヌ、カモミール、そうですね、そちらのアンフュージョンです。ではお味の方は、はい、あ、でもリラックスですね。お花畑って感じですね。香りがすごくいいですね。うん、あ、眠くなる。はい、ではこちらボヌニュイというふうに書いてありましたお茶ですが、これは寝る前に飲むお茶ですという表現を紹介して今日は終わりましょうか。眠くなってきました。C'est du thé à boire avant d'aller au lit. C'est du thé à boire avant d'aller au lit. C'est du thé à boire avant d'aller au lit. という表現で、今日はミキさんたくさんのお茶をありがとう。あ、いえ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 、あのこれだけあっても、うん、一つとして似た味がないのがすごく面白いですね。そうですね。では皆さん、こちら全部フランスでお買い求めができるお茶です。ぜひフランスにいらした際にはお試しになってみてください。ではまた次のレッスンでお会いしましょう。ミキさんもありがとうございました。ありがとうございました。ビアントー、ビアントー、バンニュイ。あ